悲しきデブ猫ちゃんの絵本が3月25日に出版されることを記念し、20日愛媛県庁で関係者が中村知事に報告を行いました。この物語は昨年4月から愛媛新聞で全32回にわたって連載されたもので、松山市道後に住む家族の飼い猫マルがとあるきっかけで家出をし、県内各地を冒険して成長していく物語です。この日は作者である小説家早見和正さん、絵本作家加納佳林さん、そして物語の主役であるマルが中村知事を訪れ、出来上がったばかりの絵本を贈呈しました。あ、はい、どうもすいません、はい、あの中にサインを入れてます。あ、すごい可愛らしい本当に愛媛県民の全員が知っている物語を作りたいという思いから始まった企画なので、もちろん知事にはちゃんと報告に行きたいなと。で、連載開始前に1年前に挨拶に来てるんですけれども、なんかその約束を果たしに来たような気持ちもありまして、今日はちょっと感慨深かったです。なんか皆さんの知ってる愛媛が出てきても面白いと思いますし、皆さんの知らない愛媛が出てきても面白いと思いますし、とりあえずこれは僕と絵を描いてくれた加納佳林さんの挨拶代わりの一冊目だと思っているので、そうですね、この街に少しでも関わりのある方は間違いなく面白く読んでもらえると。基本的には子どもに向けて描きましたけれども、でも新聞という連載媒体の特徴もあって、想定してたよりも年配の方からもすごい応援のコメントいっぱいもらったので、皆さんに読んでもらえて楽しんでもらえる自信がありますので、本当に読んでほしいですね。お話いただいたのが2年前なんですけど、そこから連載を始めて知事にお会いして、こうして今絵本を届けれるっていうので、すごく感無量というか感動してます、はい、もう本当に毛並みも丸そのままで、やっぱりこの丸のふわふわ感をそのまま再現できてるなと思うので、やっぱりみんなにこうハグして触ってもらいたいなって思います、はい、愛媛のいいところを、ま、再確認再発見してもらったり、またなんか問題もあるところもいろいろそのままの愛媛を描いてますので、そのこともいろいろ考えてみたり、その丸のたどった足跡を旅してもらったり、そういうなんか新しいまた発見をしてもらえたらなと思います、はい、この絵本悲しきデブ猫ちゃんは3月25日から県内書店、愛媛新聞エリアサービスなどで販売される予定です。